武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は北里大学の医学部医学科の英語の勉強について話していきたいと思います。医学部の英語ですが、まあ、年度によって大問が4つから6つ程度、時間70分で、形式は、マークシートですね。で、出題の構成としては読解が2台、こちらが年度によって2台か3台程度、まあ、基本2台ですね。で、発音アクセントや、文法、などの問題が、あとは会話ですねが残りという形になっています。で、読解問題、についてですが、長文自体は割と、長い、文章が多いですね。で、レベル的には、まあ、マーチレベルの、長文が、まあ、読めれば、戦える程度の難易度、ではありますが、医療系のテーマが多いので、入試によく出る英単語、医師学系入試によく出る英単語600などですね、を使って、医療系の単語と、およびそのテーマの長文を一通り読んでおいた方がいいでしょう。発音アクセントや、文法のについては、文法に関しては空所補充、同意表現、極正序、などが出ていますが、極正序に関しては基本毎年、出ておりますので、こちらはしっかり英語生成問題、600、などを使って、対策しておくのがいいでしょう。で、発音アクセントに関しては、出てる年度は割と少なめですが、ただ出ると結構問題数があるので、5問程度出てくるので、そうするとやはりちょっと配点の中でいうと1割程度は、左右してくるので、出る前提でやっておいた方がいいでしょう。難易度としてそこまで難しいものが出てるわけではないので、一応出る前提で出たら稼ぎどころになってラッキーという形で、短期で攻める発音アクセントなんですね、を使ってやっておくといいと思います。で、会話、会話やインタビュー形式での、文章が出ておりますので、会話文章にちょっと慣れておく、必要があるかとは、思います。なので、こちらは英会話問題のトレーニングの、長文の方の会話問題をしっかりやっておいた方がいいとは思います。全体的に一つ一つの難易度がそこまで高いわけではないですが、ちゃんと対策をしておかないと解けないという問題が多く、また長文が長い分、ちょっと時間が、そこで取られてしまうと余裕がなくなってしまいますので、しっかり、まず読解を強化して、プラス、出やすい分野別の対策をですね、やっておくように心がけてください。以上が英語の勉強となります。